さんこんにちは、河合圭介です。本日2024年6月の15日、18時1分、阪神タイガースの佐藤輝明選手についてですね、やっぱり本人、心の声とかで受け答えしたときに、やっぱり睡眠不足のようです。で、どう考えても、睡眠不足の人とそうじゃない人だったら、調子の良さがやっぱり変わってきますんで、睡眠不足じゃない人たちをできるだけ、スターティングメンバーで、起用するような形が良いかと思います。これは阪神タイガースの方たちへのメッセージで、他の球団の人たちも本当はそうだと思いますよ。あんまり無理して怪我しても、やっぱりね、それはそれで、なんか、医療業界のね、その電波とコンピューターの仕組みを考えると、本当は皆さんそう思いません？以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。それで多分この間メンバーをガラッと変えたんだと思います。